30メートル栃木山頂駅までおよそ5分でご案内いたします。山頂駅到着までに3本の支柱を通過いたします。通過の際少し揺れますのでお足元ご注意ください。現在の山頂の天候は晴れ、気温23度です。まもなく1本目の支柱を通過いたします。通過の際少し揺れますのでお足元ご注意ください。ではロープウェイよりご案内です。ご乗車のパノラマロープウェイは定員121名の大型で、2008年2月より運行を開始いたしました。特徴の一つには速度がございます。最高速度は秒速12メートル、時速43キロ。ロープウェイでは日本一の速度となっております。ただいまは秒速7メートル、時速25キロでゆっくりご案内しております。まもなく中間地点です。進行方向右手下りロープウェイとすれ違います。まもなく2本目の支柱を通過いたします。では山頂のご案内です。山頂では2本の観光リフト運行中です。リフトに乗って空中散歩はいかがでしょうか。4月25日よりスカイウォーカーがオープンいたしました。地上数メートル木の上のさまざまなトラップをクリアしていく絶景絶叫アドベンチャーです。また大好評のジップラインアドベンチャーも行っております。大自然を全身に感じながらワイヤーロープと滑車を使って森を滑るアドベンチャーアトラクションです。お子様向けのサマーランドでは鳥遊びなどご利用いただけます。山頂駅右手側には琵琶湖の北部までご覧いただける絶景ポイント展望デッキもございます。庭先は恋人の聖地に認定された虚空の鐘もございます。庭からの景色もどうぞお楽しみください。まもなく3番目最後の支柱を通過いたします。通過の後前後に揺れます。足元お気をつけください。ありがとうございます。まもなく山頂駅到着です。お出口は進行方向に向かって右手側です。お忘れ物のないようご注意ください。お帰りのロープウェイ毎時0分、20分、40分発の20分ごとの出発です。混雑時には臨時便もございます。最終便は17時ちょうどです。最終便は午後5時です。お気をつけください。またお手元の往復チケットお帰りの際も必要となります。なくされないようお願いいたします。お待たせいたしました。まもなく山頂駅到着です。これより両側からホームが降りてまいります。ホームが降りる際お足元大きく揺れることございます。十分お気をつけください。お待たせいたしました。扉が開きます。扉から手を離して